耐えられない思い。おかえりモネ。鮫島さんは選考会の日が近づいてきて不安なのでしょう。絶対に落としてはいけない。必ずやり遂げないといけない。そんなプレッシャーが日に日に大きくなって、モネに対して怒鳴って。気象予報士とアスリートの関係。ここからが始まり、試金石にもなっていくのかもしれません。気象予報士とアスリート、結局どちらも人であることには違いありません。第64話のお話は、選考会3日前、鮫島さんに新たに計画したプラン B を伝えたモネたち。選考会当日、トラックに強い風が吹くと予測したモネたちは、大会当日、競技場で強い風が吹いたら勝負に出てみてはどうかと伝えたのだった。向かい風、逆風に向かうのが鮫島スタイルだと気づいたモネは、最後は自分の感覚で勝負してほしいと考えたのだ。そして鮫島さんは、順調にラップを刻んでいくが、第64話はこのようなお話になるようです。いよいよ選考会。鮫島さんは最初順調なようですね。しかし何週かするうちにおかしくなっていくようです。プラン B とはどういったプランでしょうか。多分今の計画は深部体温を上げすぎずに一定の速度を保ったまま最後まで走り抜ける計画。しかしプラン B は鮫島さんが自由に走るというちょっと大胆なものでしょうか。向かい風になった時最も力を発揮できる鮫島さんの能力にかけてみるという計画かも。自分のやりたいように自分の力が発揮できるスタイルで、自分の好きな形で、それがどんな結果になろうとも、本人も満足するでしょう。もちろん、選考会の基準を切ってくれれば、何も言うことはありませんね。第63話のお話は、鮫島さんの練習、トラックを回ってきて、モネがストップウォッチを止めました。タイムは55分29秒。選考会では55分20秒を切らなくてはいけない。選考会まであと6日。あと9秒。素人なのでよくわからないのですが、切れるものなのでしょうか。まあ長距離なのでなんとか。体調や天候の関係で変わってくるのでしょう。しかし、鮫島さんの方は弱気になっていましたね。この時期に選考のタイムを切れない、焦る気持ちもあるのでしょう。今は地味に地味にラップタイムを守って走る。それが勝つために立てたプラン。だけど、鮫島さんは、風に向かって他のランナーとの差を大きく広げていくのが気持ちいい走りだった。大きく差を広げるときに全力で走る。すると深部体温が上がり、暑い日は勝てなくなっていたのでしょう。翌日モネが鮫島さんに最新の風のデータを見せようとすると、悪いな。いつもそうやって気にかけてもらって、と。モネは、どうしたんですか、最近、悪い悪いって、と。鮫島さんは、ありがたいとは思っている。だけど、助けてもらってばかりだと、時々辛くなる、と。彼女がウェザーエキスパーツに来たのは、助けてもらうために来たと思います。勝つために。だけど、今の鮫島さんは、
少し自信をなくしかけているのでしょう。勝つために助けてもらおうとしたが、それが辛くなってきている。モネは彼女に、選考会は当初の計画通り、ラップタイムを守って我慢して走るが、うまくいかない場合は、これまでの鮫島さんの感覚で走ってみては、と提案しましたが、彼女はその言葉に噛みつきましたね。感覚で勝てなくなってきたから、数字、データを頼りにやっていこうと思っていたのに、今さら何を言っているんだ、と。これまでやってきたことを、選考会の直前になって、いきなりひっくり返すようなことを言われると怒るでしょう。モネやその他の人たちのことを信じてこれまでやってきたのに。モネはモネで浅はかではあるのですが、鮫島さんにとにかく勝ってほしいと思ってそんなことを言ったのでしょう。それは彼女もわかっていると思います。二人の話を聞いていた菅波先生。鮫島さんが流されない人でよかったです。永浦さんの意見を聞いて、最悪の結果になったら二人耐えられないですよ、と。モネは勝ってほしいから鮫島さんに言ったと思うのですが、それで負けても責任はない。負けた時の責任をモネが何らかの形で追うのなら、まだモネは救えるのかもしれませんが、自分が言ったことで鮫島さんは負け、モネには何の責任もない。モネ自身は悪いなぁと思うかもしれませんが、ただそれだけ。泣いてもわめいても、謝っても何をしても、ただそれだけ。菅波先生が言うように耐えられないかもしれません。後日、朝岡さんも言っていました。選手を惑わすことを言ってはいけませんね、と。選考会まであと3日。アスリートはかなり神経質になっている。朝岡さんはそのことをよくわかっているようです。だけど、このままでは鮫島さんの選考会の突破は微妙なのもわかっている。だから、モネの気持ちもわかるのでしょう。モネが言った鮫島さんのいいところ。レースを楽しむ。駆け引き。勝負。そういったことを取り入れたプラン B を用意して、選考会を乗り切るようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。